皆さんこんにちは。こんにちは。マネー&ユー TV の頼藤大輝と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ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 。お元気ですねはい、本日のテーマですけれども、積立 NISA 2018年から2020年の3年間で儲かった商品ベスト3は、イエーイイエーイ。はい、ということで、はい、積立 NISA は2018年から始まった制度なので、うんうん、始まってから3年とちょっと経過したということですね。はい。で、この3年間で儲かった商品どれなんだろうって気になりません？確かに気になりますね。はい、うん、なので、はい、今日は調べてきましたので皆さんにお伝えしたいと思っております。はい。というわけで、まあ、いきなりですけどもこちらです、うん、じゃん、はい、1位は楽天全米株式インデックスファンド、はい、2位がフィデリティ欧州株ファンドで、3位はアイフリー S&P500 インデックスということで、はい、どうですか、意外ですか？いや、これ私ね、はい、あの1位と3位の商品は、はい、運用しておりますので。おお、素晴らしいですね。イエイはい、はい、まあ34.09 っていうのはこの騰落率なので、うんうん、はい、今トータルでねどれだけ儲かってるか、トータルリターンが出てるということですね、うんうん、はい、はいね、楽天全米株式インデックスファンドはベンチマークがね、うん、CRSP US トータルマーケットインデックスですけども、うん、はい、これはアメリカの大型中型小型株ほぼ 100% をカバーできるベンチマークになってますね。こうやって見ると、まあ、S&P500 だけよりも中型小型株も入れている方が、うん、もうね騰落率は増えているってことなんですよね、うんうん、そうですね、うんうん、でフィデリティ欧州株ファンドっていうのは、はいはい、まあ、ベンチマークは MSCI ヨーロッパインデックスというのなんですけども、うん、はい、ただこちらね信託報酬が 1.65% じゃないですか、うん、そうですよね、はい、だから信託報酬を考えると3位のねアイフリー S&P500 インデックスの方が上かなっていう感じですかね、うんうん、なるほどね。はい、というわけで、まあ、この3年間はアメリカ株が最強だったっていうところですよね、まあ、言われてみればね、書店に米国株投資みたいな、そうそうそう、ね、本がたくさんありますよね。いや、やっぱりアメリカ株強かったなっていう感じですね。強かったっていう感じですよね、はい、はい、でこちら次がね、はい、月1万円 S&P500 に積み立てていたらというところで、はい、まあ、実際にねシミュレーションをお見せしますけれども、はいはい、実際どうなっていったかっていうと、3年間だと元本は36万円で、うん、資産総額は44万円になっているということなので、はい、運用益は8万円になっているよということですね。なるほどね、うん、これはちょっと嬉しいですよね、3年間で運用益8万円って。で、このコロナショックを乗り越えてるっていうのが強いですよね、うんうん、確かに。そう、でもこのコロナショックが起こった時に、もう積立NISAやめた方がいいですかっていうね、相談が殺到しましたよね。来ましたね、本当に連絡がたくさん来ました。で、実際に売っちゃってる人も、うん、まあ、少なからずいるのかなということですね、うん、非常にもったいないなと思うわけですよ、はい、うんうん、で、そもそも積み立て投資を始めた時の目的をね、うん、思い出さないといけないんですよね、はい、それはドルコスト平均法って覚えてますかね、うん、はいはいはい、ドルコスト平均法の定義は、うん、定期的に定額ずつ購入する方法っていうのがドルコスト平均法です、うんうん、まあ、ただ定期的なところはだいたい毎月になっていることが多いですよね。そうですね、うん、はい、で、毎月一定額ずつ購入するとどういいことがあるんですか？はい、はい、これはまあ、見ていただくと分かると思うんですけど、毎月一定額を、うんうん、まあ、投資することによって、これ基準価格はね、高い時には少なくしか口数買い付けられないんですけど、うん、こうやってボーンとこう下がったところ、はい、7000とかですね。あ、そうそうそう、はい、そこの時だと結構口数が多く買い付けられてるじゃないですか、はいはいはい、それによって平均購入単価を下げることができるし、高値掴みを避けることができるということですね、うんうんうん、平均購入価格がどんどん下がっていくわけですよね。そうそうそうです。下がっていくってことは少しでも値上がりした時に利益を出しやすくなるっていう、うん、値動きとうまく付き合える効果がありますよね。そうですね。ということなので、うん、コロナショックが起こった時にやばいじゃなくて、やったチャンスだって思えるようにした方がいいってことですよね、うん、口数を多く今買い付けてるんだなっていうふうに思っていただけるといいのかなと。ですよね。ですね。そして、うん、積み立て投資しているのは、まあ、一括投資にはないメリットがあって、はい、やっぱりね、感情に左右されないっていうのがいいですよね。
いや本当にね、こちらですよね、はい、投資のタイミングを考えるのって難しいじゃないですか。いや本当にね、これは、もう人間のなんだろうね、欲望が出ちゃいますよね。そうなんですよ、本当に難しい、ね、あとは売っとけばよかったとかっていうのもあるので、はいはい、それを避けるためにも淡々と続けるっていう積み立て投資、はい、やっぱね、積み立て投資にはこのドルコスト平均法と感情に左右されずにできるっていうところが、メリットなのかなというところですね、はい、なので、今後ねコロナショック以降ね、また新たなショックが起こる可能性もあります、はい、そんな時でもね淡々とやり続けるといいことがあるよねということなんですよね。そうですね、だからぜひどうしようと思った時には、さっきのドルコスト平均法の図をですね、頭に思い描いていただいて、ちょっとこう冷静になっていただけるといいと思います、はい、ですね、はい、でちなみに僕は2020年から積み立て NISA に切り替えたんですよ、はいはい、それまで NISA だったんですけども、僕がどれぐらい儲かってるか気になりません？いいですね。はい、もう儲かってるって言ってるんでね、儲かってるんですけど、はい、それがこちらです。はいはいはい、じゃんということで、すごい資産公開。はい、今ですね、累積買付金額というのが45万9996円というところですよね。はい、うんうん、これが、評価額が532,554円になってるんで、はい、約72,000円儲かってるという状態です。いいじゃないですか、1年ちょっとで。そう、ね、っていうことなんですよ、はいはいはい、ただ、アメリカ株がね調子いいから、そうだよねという話なので、しかも、ね、まだ1年ですから、はい、とはいえこうやって淡々と続けていくと、時間が経つにつれてね、もちろんショックが起こることもあるかもしれないけども、利益を積み上げていくというのがね、得られるのかなと思いますので、はい、僕はもうこれ放置でね、ほったらかしでいくらになるのかなっていうのが楽しみなんですね。でもほったらかしぐらいがちょうどいいですね、そうですね、はい、はい、というわけで今日はね、積み立てNISAで儲かった商品ということで、ベスト3をこうご紹介しましたけども、積み立てNISAってそもそもなんだっけとかね、あとは積み立てNISAと似たような制度でIDECOとかありますね、あとは積み立てNISAだけじゃなくてNISAもあるじゃないですか、一般NISA、はいはい、そういったところを学びたいという方はこちらね、ぜひ本買っていただければと思います、今ね、大好評4釣りになりました。4釣りですよ、はい、12月4日に発売してね、2ヶ月ちょっとで4釣りということで、これね絶対鬼滅の刃の効果もあると思うんですよ。発売日が一緒だったんですよね。そうそうそう、最終巻とね、本当にね分かりやすくね、オールカラーで、ね、見開き完結で、漫画も入ってますので、楽しく読めるんじゃないかなと思っておりますと、言ったところで、はい、はい、皆さんねぜひ継続していただければと思います。はいはい、というわけで、こんな感じでねマネアニュー TV ねどんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。お願いします。連打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 、あ、連打すると連打すると1回だけでいいです、はい、はい、であと僕たち、Twitter やっておりますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、See you! イエーイ!